さあ、乱世の会の三国展舞動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今ですね、次回のアップデートで三国展舞えらいことになるんじゃないかみたいなね、話題がね、各軍団およびフレンド間で行われてるんじゃないかなと思うんですけども、特に、先行の面でね、非常に厳しくなるんじゃないかっていうか、もう先行終わりじゃないかみたいなね、ことまで、囁かれてるという事態でですね、僕の元にもですね、どう思いますかとか、その手の、まあ、質問等が多いんですよね。どのように、感じてますかみたいなね。非常に多いので、まあちょっと避けて通れん話題なのかなということで、ちょっと今回話メインでね、進めていきたいかなと思うんですけども、まず話題の、アップデートっていうのがどのようなものかというのをですね、ちょっと画像をお見せさせていただけたらと思うんですけど、はい、こちらです。各運動量さんのツイートですね、ちょっと読みますと、主上に人法という機能が実装されます。6種類の人法のうち1つだけ選んで起動できます。3番目の人法は主上耐久値が 40% に低下すると 5.5 秒間ターゲットから外れるというえげつない機能が発動します。リュモーやトン公兵が一旦周りの武将を攻撃するモグラ戦法の悪夢かというような内容になってるんですよね。まあ正直ね、確かにこれ読んだ時、おいおいマジかというふうに僕も思いました。なんですけど、皆さんがおっしゃるほど落胆もしてないっていうところはありますね。そのこれで先行は完全に終わってしまうみたいな考え方は一切してないという感じになってます。まあ、あくまで僕の試験なんでね、結構外したりもするので実際終わってしまうのかもしれませんが、なぜじゃあこれによって先行が終わったりしないよというふうに思うのかという根拠をですね、今からちょっとお話ししていきたいかなと思うんですけども、まずですね、このツイートの、2行目になるんかな、6種類の人法のうち1つだけ選んで起動できますというふうにありますよね。なんで下の 5.5 秒間ターゲットから外れるというのはですね、6種類のうちの1種類だということですよね。で、この言うたら3番目の人法というこのターゲットから外れるっていう機能、これかなり強力だと思うんですよね。つうことは残りの5種類まだ発表されてないと言いますか、巷にね、情報が出回ってない残りの5種類の人法というのもそれなりの効果があるということが予想されますよね。でないとみんな今こう表示されてる人法を選ぶじゃないですか。それやったらはっきり言ってこの人法を6種類も設定してる意味がないですよね。なんで残りの5種類もかなり強力な人法になるとそう予想されるので、みんながみんなね、この言うたら 5.5 秒間ターゲット外れるという人法を選ぶかと言ったらそうでもないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ単純計算で6分の1の人がこれを選ぶっていう風に考えたら、まあ言うたら 100% 取れる確率が6分の5になりますよっていうのとまあ同じという風に考えると、それで終わりだというのはちょっと言い過ぎなのかなという気がするということですね。で、ちなみにね、僕この6種類の人法って切り替えれると思うんですよ。ただ切り替え方が今のところ不明ですよね。なんで例えば先行使いが多い軍団と対戦することになった時はこの3番目の人法をまあ選びましょうねみたいな感じでこう軍団がね一致団結するということになったら、まあうちみたいなね先行使いが多い軍団からしたらたまったもんじゃないんですけど、ただ僕この切り替えにはねアイテムが何か必要なんじゃないかなと思うんですよね。まあ例えば馬の名馬のスキルが発動するタイミングっていうのも切り替えるのにアイテムが必要ですよね。例えばまあここだったらこの発動タイミングを切り替えるのにはまあこんな感じでクンバレーが5つ必要ということになります。このクンバレー5つっていうのはね、1500元宝に相当するんですよね。なんでこの人法を切り替えるというのにもまあそれぐらいの
まあ、あの出費はあるんじゃないかなということなんですね。まあ、これも予想ですけどね。ということは、じゃあ、先行使いが相手だから、人法をみんなで切り替えましょう、3番目にしましょうってなった時に、果たして、軍団員全員というか6分の5の軍団員にですね、1500元法相当の支出をですね、まあ、強制できる軍団長が果たしてどれだけいるのかっていう話ですよね。はっきり言って、僕が軍団長の立場だったらさすがにそれを団員に強要することはできないですね、というふうに思います。まあもちろんこれは僕の、価値観の問題なんで、そうじゃない軍団もあるかなと思うんですけど、そんな軍団には人はいつかんのちゃうかなというふうに思うんですよね。なんでそのみんながみんな3番目にするんじゃないっていうのと、切り替えに結構な出費がいるということになったら、まあそこまで今までと変わらないのかなという気がします。で、まだ根拠はあって、先行使いってね、全体の割合で言うと少ないんですよね。言うても走破線なんかを見てると分かるんですけど、3枚取ってるのはほぼ地上戦なんですよ。なんでその言うたら、この陣法っていうのは防衛的なシステムになりますよね。守る側に関係があるシステムになるんですけど、そんな時に少ない先行使いに対して、まあ、対策するということで、この3番目の陣法を選びますかっていうところなんですよ。普通やったら、まあ、地上戦から攻められることが多いので、地上戦対策になるような陣法を普通は選びますよね。まあなんかもう先行使いが嫌いで嫌がらせしたれって言うんだったらまた別なんですけども、ただ単純に防衛力を強化したいっていうことやったら、少ない先行使いに対するこの3番目の陣法を選ぶ人はいないんじゃない、いないとまでは言わないですけど、やっぱり少ないんじゃないかなというふうな気がするんですよね。この陣法って、例えばまあ 5.5 秒間後ろからターゲットが外れるってなりますけど、地上戦に対してはほぼ無力ですよね。地上戦で城からターゲット 5.5 秒外したところでもう相手防衛部署死んでますから、ちょっと時間稼ぎができる、5秒くらい時間稼ぎができるっていうだけの話になってきますよね。こんな陣法を地上戦対策には選ばないんですよ、っていうふうに僕は感じてます。なんでこれを選ぶ人っていうのは、まあ少ないんじゃないかなという根拠にはなり得るんじゃないかなということですね。じゃあ もしですよ、もし仮にみんながみんなこの3番目の陣法を選んだとしましょう。で、どこを攻めたって城が 5.5 秒ターゲットから外れるとしましょう。じゃあそんな時に困るのって、この各運動量さんも書いてますけど、旅毛や屯行兵が一旦周りの武将を攻撃しだすんじゃないかというところが懸念されてるわけなんですけど、じゃあ城を落とす手段から旅毛を除外すればいいんじゃないかという話なんですよね。まあ今実際僕も旅毛を外して関根を使ったりだとか将校を使ったりだとかしてます。こんな時に城を落とす方法としては、結構その周遊の、スキルだったり文王のスキルだったりするんですよね。でこの文王のスキルや周遊のスキルっていうのは城をターゲットにとってるわけじゃなくて、まあ言うたらたまたま城にダメージが入って落ちるっていう形になってるんですよね。あくまでターゲットは武将だったり他の施設だったりすると、その巻き添えで城にダメージが入って城が落ちるっていうやり方ですよね。でまあこうなってくると、まあじゃあその2人の武将で素人戦かったらどないすんねんという話になってくるんですけど、そうなったら太平とか屯行兵とかで落とすようになってくると思うんですけど、そもそもその旅毛を使わないっていう時点で時間は相当余ってるはずなんで、その 5.5 秒ターゲットが外れた後にまた屯行兵を出してターゲット取ってもらえばいいんじゃないのというような気がしてるんですよね。なのでまあその攻め方若干変えたらまあなんとかなると思いますし、その高速編成と呼ばれてる攻め方だったら特に関係がないんじゃないかなというふうに思うんですよね。でね、まあこのゲームってもう何気に続いてるじゃないですか。もう4年目5年目に入ってるわけなんですけど、
で、あの戦法って言ったらそのゲームの中の肝の戦法の一つになってるんですよね。今っても言うたら地上戦と芝町と高速編成と戦法ぐらいしかないわけなんですよ。この一つだけを極端に潰したろなんていう考えは、あの多分運営さんには僕はないと思うんですよね。今はまあ先行使いって言うたって、まあそこそこ課金せんかったら物揃わんわけなんですよ。僕自身もね、こう神器、ようやくこの霊宝級はここまで来ましたけど、名分がまあ全然あの装備できてないですし、専用神器に関してもまだ全然鍛えれてないと。これをね、早く鍛えたいとなったら課金するしかないんですよね。で、まあそれってまあ言うたら地上戦とか他の攻め方にしたって一緒なんですよね。まだ芝町の方が金かからんのちゃうんかっていう風な気さえするぐらいなんですよね。なんで、今度のアップデートっていうのは先行に限らず全ての攻め方においてやっぱり3枚取りにくくなるというようなアップデートになるんじゃないかなと思います。だったら平等ですよね。先行使いだけいじめられてるというわけではないと僕自身は感じました。まあまだ人法が一つしか出てないですし、実装もされてないんで何とも言えないんですけどもね。で、今3枚って当たり前すぎないですか。もう普通にみんな3枚取るでしょう。皆さん国戦とか軍団戦で先行使いが3枚取ってるリップ見てどない思いますかね。へえ、あすごいなぐらいのもんでしょう。もう昔はこの言うたらその重課金税って言ったらいいんですかね、この天部内でトップクラスの人から3枚を先行で取ったと、それだけでむちゃめちゃ称えられてたんですよね。そんな時代だったので、まあ言ったら昔に戻るだけなんかなっていう気はするんですよね。なんでまあぶっちゃけね、僕は違う動画でもちらっと言いましたけど、ちょっともうちょっと課金者に優しくてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。今だってその金ピカでね、神器もカンスト馬もカンストみたいな人から僕3枚取れたりするんでね、そういうこと自体がまあおかしいっていうか、まあこれで完全に3枚取れんよっていうことになったら、これはこれでまた課金者優遇しすぎやということになるんですけど、もうちょいね、勝負できる人口を減らした方がええんちゃうかなというふうに思うんですよね。そうすることによってやっぱり皆さんこう切磋琢磨してね、練習したりとか、あと工夫したりっていうことをしだすんでね、今はもう本当に走破の予選なんか見てみてもそうですけど、ちょっと3枚取るのは簡単すぎるんですよねっていう風に感じてるので、当然ね、僕は今度のアップデートでかなり先行使い厳しくなるんじゃないかなと思います。淘汰される人も出てくるんじゃないかなと思うんですけども、まあそのバランスっていうのは最終的にはこのゲームの延命につながるんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。皆さんどう思いますかね。なんか運営の肩持つみたいなね、動画になりつつあるのがね、ちょっと尺ではあるんですけども、僕はそんな風に感じてますね。これによって先行で完全に3枚取れんようになるなんていうことは、まあ、全くないんじゃないかなと思います。それより僕はむしろですね、今度のアップデートで主上レベルが上がって他の防衛施設のレベルの上限も上がるという情報が出てます。そっちの方が怖いです。なんで例えば周遊や文王や主君でね、施設が全然壊れていかないみたいなことになったら先行も減ったくれもないことになりますよね。でそしたらアクティブ武将を復活させようやとか言って甲冑とか引っ張り出してきたところで甲冑や呂布のスキルでもう射撃とや砲手と壊れないみたいなねことになりかねないので、そっちの方が怖いですね。でまあその言うた耐久値アップに加えてこの主上のね、まあ人法ですか、これによってさらに取りにくくなるということで、なんぼ肩持つ言うたって厳しいなるんは間違いないです。これはもう絶対にこれ 100% 断言できます。今発表というかね、噂されているまあこう今度のアップデート内容が事実であればなんですけども、絶対に厳しくなります。
ですけども、完全にこの先行っていう攻め方自体が死ぬということにはつながらないんじゃないかなというのが、僕の予想となっておりますので、あまりこう悲観せずにね、まだ実装されたわけじゃないですしね、実装されていざやってみて、あこれ無理やっていう風に、なる人はおるかもしれないですけど、まだもう分からないですから、まあ他で先行使いがダメになったら他の地上戦とかも絶対厳しいなってますから、そうなってくると、まあ相対的な考え方だと今までと変わらないということになると思いますんでね、これによってこのゲームやめようとか言って思う方がね、少しでも減ったらなということで、まあちょっと今回動画作らさせていただいたという次第になっております。そしたらまあアップデートが多分今月末になると思うんですけどね、残りの短い時間ですね、この今の主将のレベルの相手を攻めていくとしましょうかね。で結構今僕軍功が上がってきて、120位とか130位かな、5600ぐらいまで来ました。5500だったかな、あ出ましたね。あれこの人なんか落とした気するんですけどね、援軍は入ってないですね。武将は外に寄ってるというわけでもないという感じで、さあどう攻めたろうかな。テンプレでいいような気もするんですけどね、どうだろうな。まあちょっとテンプレ的な攻め方でやってみましょうかね。天上天下唯我独尊、犠牲総栄千流用いる中に、これでどうだ。おっときついな、これは文王次第やな。主君がめちゃめちゃ早死んでるな。うわこれカットしてうわこれはしょうもないわあれやっぱりもしかして先行終わりかこれ現段階でこんだけしか壊れんって 53% ですよ。これダメじゃ、全然ダメや。この人落としたことあると思うんですけどね、あ全然ダメですねこれ。うわ恥ずかしいあんだけ先行は大丈夫でしょう言うといて、この結果はないだろう。あ無理やな、もうこれ兵使うも無駄やわ。やめようということで、もうアップデートが来たって先行はまだまだやれますと言うた人間が、アップデート前にこのような非常に情けない結果に終わってしまいました。やっぱり先行ってダメになっちゃうんですかねっていうのはまあ冗談でね、上手い人やったらなんとかやったと思います。さっき周囲がねちょっとおさらいしたいレベルでダメやったな、今の何がいかんかったやろ。とりあえずその周遊がねあまりにも早死んだっていうのがあるんですけど、僕ちょっと迷ったんですよ。周遊と天意同時出しかな上からっていう風にちょっと迷ったんですけど、ここが残る気したんですよね、この放送がね。これを天意で壊したかったので下から突っ込ましたいう感じなんですけど、これが裏目に出たか、ここやな。ちょっと初夏震度とかの攻撃力が高すぎて速攻死んでしまったんですね。性能子を主君につけずにっていうところかな、まあ、若干全体的に外ごらい気味な陣形になってますよね。これがまあちょっときつかったかなという感じですね。やっぱり外ごらいって未だに嫌ですよね、外武将外ごらい言うたらね。まあこうなってきたら像とか性能子を増やすという手になってくるんですけど、火力を下げて武将を守っていくというやり方になってくるんですけど、そういう局面っていうのが今後アップデートが実装されたら増えていくんじゃないかなと思います。なんで対処療法でね、ここがまずかっただったらこうしようみたいな感じで、まあ抜け道をね自らこう探していきながら攻めていったら、まあなんとか先行使いでも今後でもやっていけるんじゃないかなと思いますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。
はい、そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターへのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。